今日はほとんどの映像が早送りで音声が使えないため口頭で説明していきます。本日は港に泊まらずパナマ運河だけを通過する日です。パナマ運河を通過するのに終日かかります。なぜならこういう仕組みでパナマ運河を通るからです。今日は映像とともにこのパナマ運河の背景をお伝えしたいと思います。最初はこのパナマ運河をフランスが掘り始めたのですが、マラリアや黄熱病で多くの人が病死になってしまいました。また開拓するのに木を切り倒したりして土砂崩れなどでそれで多くの人も死んでしまいました。全部で45マイル掘らなきゃいけないので11マイルだけで8万人以上の死者が出て予算も尽きてしまい、フランスは開通を諦めました。その後アメリカが運河開通に目をつけて、パナマはコロンビアから独立をしたかったことがあり、アメリカはその独立を助けてあげる代わりにパナマ運河を開通させてもらってその権利をもらおうと交渉し、アメリカが開通することになりました。最初から開通することに取り組まず、パナマ運河の周辺にアメリカのゾーンを設けて、さらにアメリカ人も派遣させた上で、まずはパナマ運河の周辺に町を作りました。その後に、先ほどのようなシステムの方法でパナマ運河を開通することを成功しました。このロックを開閉で2分かかり、満タンになるまでに10分かかっています。それを待ってる間に、かなりの扉が動き、早いな、パナマ運河の運転手は、全ての船を、専門の人がいて、その専門の人が運転士になるまで、14年ギリギリだからすごく運転も大変。反対側には小型の客船が来ました。客船が小型同士だと、シェアしてロックをかける様子でございます。パナマ運河がパナマに返還されてから、大型の船も揃え、さらに、大きな運河を作りました。そして大きなものを運べることになり、より大きなものを、交通量が増えました。さらになんと海と、湖が混ざらないように浸出管理もしています。以上、パナマ運河の説明でした。あとわからないところは、おのおのググってください。
ちゃってください。うん、おいしい、フルーティー、メキシコの、うん、おいしいですね、すっきりして。ご視聴ありがとうございました。初めてのアテレコで、映像についていけず、自分で自分を笑ってしまう瞬間があり、ご不快に思った方は申し訳ございません。チャンネル登録もよろしく。